はい、こんにちは、ヒカックゲームズです。ということで今日もですね、ウィニングイレブンアプリ2018やっていきたいなと思います。今日のウィレアプリあるあるはこちら。ルカさん、14時と関係ない時間にお知らせの白い画面が表示されると何かのお詫びが来たかもと期待する、ということで、これわかりますね。まあ僕の場合はお詫びはあんまり期待してないんですけど、なんか新しい告知とかね、なんか突然イベントとかが来る場合もあるので、あの白いロード画面が出てくると、うお、何か来るって身構えちゃう自分がいますね。はい、ということで選手の6クイズいきましょう。今日はこの選手、はい、この選手ね、改めて見るとやっぱ強え、うん、適性もすごく広い選手ですし、強いなと思ってたんですけど、ヒントはですね、昨日、一昨日っていうのかな、昨日っていうのかな、あのマンチェスターユナイテッド対ニューカッスルの試合で決勝点を決めた男でございます。はい、ということで、答えはですね、動画の最後と概要欄に書いてますので、どちらかから確認してみてください。はい、ということで今日の動画はですね、毎週月曜日14時は新ガチャの日ということで、はい、あの、一人で呼びかけて一人で答えるというですね、ぼっちスタンスでやっていきたいなと思うんですけど、はい、新ガチャやってきました。で、しかもですね、今回めちゃくちゃ多い。はい、4つもガチャが来てですね、左から、フランスの国ボックス、アルゼンチンの国ボックス、ワールドワイドボリューム5、そしてレジェンド、盛りだくさんで来ておりましたので、これらをすべて解説した上で、まあ、引くべきかって話と、まあ、ガチャ何回か引いて終わっていこうかなと思いますね。まあ、実際ちょっとこの画面見たときに、今週はちょっとなんか紫とかね、エロ系ガチャはなかったので、正直モチベーション今100から1の間で言うと2ぐらいしかないんですけど、まあ、それでも皆さんのためと思えば頑張れるので、さあ、解説していきたいなと思います。まずはこちら。はい、まずはですね、このヨーロピアンレジェンドボリューム4というガチャが来てるんですけど、来ましたね。レジェンドとうとう来たということで、なんかこの金の背景を見るともう、コナミさんから課金してくれい、お金くれいっていう言葉が聞こえてくるかのようなね、まあちょっと豪華なガチャになってるんですけど、まあヨーロピアンレジェンドボリューム4ということで、必ずゴールドボール以上の選手が獲得できますということで、必ず金の選手ですね、金玉以上の選手が獲得できて、ちょっと特殊なのは、今回1週間の間、今日から1週間毎日1回引けて合計7回まで引けるという形になってますね。なので10連とかはできなくて、どんなに頑張ってマックス引いても7回までという形になります。はい、このガチャですね、あの確率ガチャです。まあレジェンドといったら確率ガチャでしょうって感じなんですけど、黒 3.1% 金 96.9% ということで、確率ガチャになっております。なので、まあ確定ではあるんですけど、この確率ってことを考えると、正直黒はあんまり期待できないですね。あの本当に黒玉の選手揃ってて、レジェンドがっつり狙いたい人のみ引くべきっていう印象なのかなと思います。はい、で、この中でですね、ちょっと熱い情報がありまして、この確率云々よりも、ここのエージェントの説明のここ見ていただきたいんですけど、なお、このエージェントで獲得できるレジェンド4人は、ウィニングイレブン2019へのアップデート配信後も引き続き使用可能ですって書いてあるんですよ。え?と思って。で、今回登場しているレジェンド4人って、クライフ、フリット、ネドベド、トルドなんですけど、トルドに関しては PS4 の方では非搭載なので、僕も非搭載になるんじゃないかっていう、あれ予想ではあったんですけど、予想を出していたんですけど、それが覆るという形になりました。おー、これはびっくりっていう感じなんですけど、まあ、基本的には朗報かな。実際トルドかなりいい選手なので、残ってくれたらいいと思うんですけど、これはすごくいい報告なのかなと思ってます。ただ、ここ注意しなくちゃいけないのは、別にレジェンドが全員搭載になったというわけじゃないので、とりあえずここで確定したのは4名。とりあえずこの4名に関しては、非搭載じゃないってことが確認できたという情報になるので、まあ、引き続き何か情報入ったら確認していきたいなと思います。はい、で、その他の国ボックスに関しては確率見ちゃった方が早いと思うので、これ表出しておきますね。こんな感じですね。で、一応ですね、あのスピードスターガチャ、 CL ガチャ、 CL ガチャ、そして、右3つが今回のガチャになっていて、左からフランス、アルゼンチン、ワールドワイド5ですね。あの漢字でちょっと書こうとしたら世界各国5ということで、ちょっとダサい感じになっちゃったんですけど、こんな感じですと。で、確率見ていただきたいんですけど、まあ正直微妙かなと思ってて、まあ前回のね、 CL ガチャ3と CL ガチャ4が結構良かったっていうのもあるんですけど、それと比べてもですね、まあ 10% まではいかないですけど、5から 10% ぐらい低いので、正直見劣りしちゃうかなという感じです。ただですね、今回の一番の魅力っていうのは、ボックスの規模が小さいということで、まあ女の子のね、は大きい方がいいですけど、まあボックスは小さい方がいいよねっていうのは、昔からね、中国の偉い方の伝えがあるので、ボックスが小さいっていうのはいいことですと。すいません、真面目に話すと、まあ実際ですね、ボックスが小さければその分ですね、狙いの選手が当たる確率っていうのはすごく高くなるので、前回のね、 CL ガチャとか160の中からピンポイントで狙いの選手出すのは大変ですけど、60とかだとね、実際狙いの選手結構出たりするので、例えばメッシがすごい欲しいとかって方は、結構今回アルゼンチンガチャはチャンスになってくるのかなと思ってます。はい、そんな感じですね。で、最終的にですね、結論として引くべきかというところなんですけど、今回ね、ちょっと条件別でお話ししていこうかなと思います。で、まずはですね、レジェンドガチャ。
レジェンドガチャに関してはこれはさっきも話したようにもう黒玉はある程度揃ってて、ぶっちゃけレジェンドしかあんまり今欲しくないんだよねって人は、まあそもそもこういったレジェンドガチャにしかコインの使い道ないと思うので、ぜひ引いてみるといいんじゃないかなと思います。ただですね、その他の人に関しては実際黒率はすごく低いので、いくら金以上確定だったとしてもあんだけ黒が出ないと正直引くのは厳しいかなと思ってます。はい。で、国ボックスに関してはこれも内容かぶりになるんですけど、正直確率的にはそこまで魅力は感じないです。はい。今回に関してはそこまで魅力は感じてないんですけど、ただですね、ボックスの数が少ないっていうのはやっぱり狙い撃ちがしやすいので、そこはすごく価値になると思います。で、欲しい選手がいるボックスはぜひ狙ってみて引いてみるのも一つだろうなと思うんですけど、個人的にはですね、ちょっとアルゼンチンは2019の黒率見る限りは結構低めなので、フランスもしくはワールドワイド5で、かつそのボックスの中に欲しい選手がいるっていう方を引いてみるっていうのがおすすめなのかなと思います。ただそんなに無理して引くほどのガチャでもないので、あえて引くのであればそんな感じというような説明が一番僕の中で納得できるかなと思ってました。はい。ということで、今回はですね、じゃあそれぞれの国ボックスをまあ1回ずつ引いていこうかな。で、ワールドワイドだけちょっと僕2回引きたいので1、1、2みたいな感じで、レジェンドは今回なしでいこうかなと思います。ということで、まずはフランスからいきましょうか。はい。じゃあ1回目いきます。さあ1回目引いていく。ちょっと音出てなかったのでね、音出していくんですけど、いやーどうですかね、フランスいきなり出るのか。来い。さあ来い。60からグリーズマンを打ち抜けないと。さあ金玉。さあ誰、黒昇格はではない、フレーズマチュイリーということで、はい、まあブレずにやっぱ金玉が出てきますよね。はい。ということで、マチュイリー選手はでもね、しっかり来作強くなるんで全然期待の選手かなと思います。期待の選手っていうか普通にめっちゃ当たりですね。はい。ただまあ僕に関してはマチュイリーも2凸か3凸してるので、まあ正直今手に入れてもどうせレベルマックスで手に入るのであんま変わんないかなって感じですね。はい。ということで次行きましょう。はい。次はアルゼンチンですね。まあアルゼンチンに関してはメッシ出せたら最高って感じで引いていきたいと思います。さあ1回だけですからね、今回は。さあ行きましょう。ゴー。さあ来い。黒。うーわ、銀。まあまあでも優秀な金出てほしい。さあ誰、レフトサイドバック、クリスティアン・アンサルディということで、まあアンサルディ選手なんか聞いたことある気はするけど、どうだろうな。181cm31歳で、まあこんな感じか。はいはい、ありがとうございます。ということで、アルゼンチンガチャも銀と、ちょっと出だし悪いですけど、最後行ってみたいと思います。さあラスト、ワールドワイド行きましょう。2回引いていこうかな。まずは1回目ですね、行きましょう。レッツゴー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 。さこい。黒がくー、今日はもうダメかもしれないね。まあでも金誰、新メフ、うおー、ナビケイター、ありがとうございます。僕の友達のケイタ君も多分喜んでると思うんですけど、いや嬉しい。ナビケイター本当に優秀で、僕ガチスカで最近全然使ってるんですけど、今55レベなのでちょうど60にできるということで嬉しいですね、これ。はい。リバプールに移籍したので、リバプール搭載で2019がなるんじゃないかなって感じですね。オッケー、ナビケイターナイス。まあこれは金ですけど全然嬉しいですね。オッケー、ありがとうございます。さあ、ラスト行ってみましょうか。さあラスト、おそらく何かしらの形でね、締めてくれるんじゃないかな。まあガチャね、こんだけ引いてますから、コナミさん分かってますよね。黒で終わりましょう。さあということで、運命のラスト、運命なのかちょっと分かんないですけど、さあラスト行きましょう。レッツゴー。さあ来い、締めて、楽しい締めをお願いします。うー、金玉。さあ誰、ゴールキーパー、イアン・ゾマー。あ、すいません。もう一人のね、ヒカコちゃんという人格が今出ちゃって、大変お聞き苦しい声を出してしまったんですけど、はい、ヤン・ゾマー選手ということで、いや、もうこれ悲しすぎるでしょ、家で一人でこんなのやってるって。普通にね、この自分を客観的に見た時にかなりやばいやつだなって最近思い始めてるんですけど、まあ、ヤン・ゾマー選手は結構いい選手ではありますね。金のゴールキーパーの中でもかなり優秀なんですけど、2019どうだったかな、確かステイか一つ上がるかみたいな感じで、まあ、でも難しいんだよな。真ん中よりはちょっと強いぐらいの選手がどう起用するかって結構迷ったりします。よね。はい。ということで、今回ですね、4回引き終わりまして、銀金金金ということで、まあ一応金3回出ましたけど、まあ1回ぐらい黒の選手出てほしかったなっていうのが正直なところですね。まあこのガチャンはね、週末の生放送に撮っておきたいのと、まあ皆さんにね、少しでもお裾分けできたらなと思いますので、はい、そんな感じで、終わっていきたいなと思います。参考になったらですね、ぜひ高評価やチャンネル登録していただけると嬉しいなと思います。はい。ということで、今回動画以上で終了していきたいと思います。また次の動画でお会いしたいとは思っているんですけど、まだ次の動画全く考えていられない状態で、なぜかというと今日がですね、祝日ということで、朝から飛ばして1本動画投稿したせいでですね、明日のストックがまだ何もない状態になっております。後でですね、何かコメント欄とか見ながら新しい情報ないかどうか探してみて、明日また出せるように今日も頑張っていきたいと思いますので、また明日もよろしくお願いいたします。ではまた次ね。じゃあね。めちゃめちゃきつい。